動画班全員成功するまで帰れませんという企画を今回はやっていきたいかなと思います。作者、たるきち軍団第1弾が、イージーノーマルハードの激ムズ OB やりました。一生終わりませんさあどうなんでしょうか。イージーノーマルハードの、激な OB あれ非常に好評でした。動画班からも、視聴者からも面白かったというコメントをいただいたので、今回第2弾のたぬきち軍団になります。たぬきちさん、簡単に説明してもらえますか。今回の企画、年が変わるまで終われない、本当にこれやばいなって思ったら切り上げましょう。じゃあなるべく全部攻略目指そうね。今回の企画 Y だけが初見。違いますよ、違いますよ、 Y ちゃんテスターだからね。レベル1を動画班全員連続クリアしてもらったら次のレベルに行けて、それを、ずっと繰り返してやってもらいますということです。もう皆さん中入りましょう。たぬきち軍団が今回、用意したのがこちらになります。こんな形でレベル1もうジャンプするだけ、この赤のところを踏むと死ぬようになってます。はい、だからジャンプで越えないといけないと。一人ミスったら、もう一回最初からやり直しになります。はい、もう一回1からやり直しと。これが、2,3,4,5,6,7,8,9,10 レベル10まで、あるということです。あ、1からじゃない、例えば1を全部クリアしたら2になる。で、2でやらかしてももう一回2の最初から。さすがに1からはやらせない、そうっていう感じです。12人ですね、今の段階で12人いるんで。はい、そうですね、大縄跳びシステムですね。大縄跳びでさ、100回いけなかったらもう一回最初からねっつって、で、大縄跳びで、誰かがね引っかかった時にみんなから、あーよし、もう一回もう一回もう一回みたいな、その連帯責任のあの気持ち悪い文化ですね。君らは Y がおってかわいそうやな。テストプレイの時ね、ペアパヤちゃんに合わせてもらいました。これいけるんじゃねって、みんないけるいけると、いやちょっと待ってって、ペアパヤがいけなくないかっつって、いやちょっとじゃあ簡単にしようっつって、お前のせいで時間がかかったんだよペアパヤ、いいか、あなたのせいでこうなってるんだからね。ちなみに無理ですねやってみないとわからないけどね。早速ね、連帯責任の、鬼畜企画やっていきたいかなと思いますんで、よければ皆さんチャンネル登録と高評価ですね、していただけると嬉しいです。じゃあやっていきましょうか。じゃあみんなの衆、1列になりましょう。僕が先頭で行くね、1列。ペアパイは最後でいいです。 Y ちゃん最後、あなたは最後に飛びなさい。いい Y ちゃん、マジで縄跳びじゃって。そうだよ、レベル1早速いきます。この赤エリアをジャンプするだけです。だからここはいけるんじゃないのかなっていう気は、しているんですが、どうでしょうかね、わからないですね。はい、じゃあ行きまーす。はい、1人目。まあ、レベル1は簡単だよね。はい、のっちゃん。はい、いいね。はい、3号パイセン。簡単。はい、練り飴。そんな難しくはない。いいんだよ、レベル1でよ。お前、レベル1でそんな慎重にならなくていいだろう。はい、いいよ、どんどんおいで。はい、いいね。次、いいよ、どんどん。ウェーイ、いいね。ゆうと。ウェーイ。さなこくん。作者だからね。ウェーイ。なんか今飛んだね、あなたね。ワイちゃん。ワイちゃん。最初からいらない。だから、お前、ふざけ。お前さ、ふざけんじゃれっつってんだろ、お前、おい。お前、レベル1からいられんだよ、お前、その、ネタをよ。ヒール役に回らなくていいんだよ、お前。ガー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 って。はい、ということですね。わかった、ニットさんとか今来た子、連帯責任になっちゃうので、行きますよ、じゃあ。もう次行くよ、はい。いいよ、みんなおいで、どんどん。一人ずついいよ。はい、どんどんおいで、はいはい、いいよ。はい、どんどんおいで。レベル1はね、ワイちゃんわざと死んでくれたけど、ぶっちゃけそこまで難しくはない。ぶっちゃけな、ほら、いけた。はい、ニットさん。で、たぬきち。いいでしょう。レベル1は簡単。さすがにね。さすがにね、オッケー。じゃあ、レベル1は攻略でーす。はい、レベル2。今回から2つになりました。赤のブロックが、かつ、高さが追加されてる。という感じですね。ここら辺からちょっと怪しくなるかもね。うわ、無理じゃんって。いや、ここら辺はいける。ちょっと後ろ、高速組が心配っていう感じだね。はい、じゃあ行きまーす。はい、レベル2。はい、レンジャーすればいけるもんね。はい、いいよ、どんどん。はい、2人目。はい、いいですね。そんなムズないで。はい、後ろから行ける余裕と。これ油断するとやられるよ、普通に。はあ。ほら、今、大縄跳びの感じだよ、ゆうとくん。これ楽勝でしょう。これクリアいけるでしょうっていう時にミスって、みんなから、あーあーって言われるようなやつと一緒。普段ミスしないのにって。もうアイオリエだってって。はあ、本当に頼んますよ。はい、もう一回、レベル2。これそんなむずい？
え、俺的にさ、レベル3あたりからかなと思ったんだけど、レベル2まではぶっちゃけもう、あれじゃないの、腕。あのね、こういうやつもいるんですよ。舐めてんな、余裕だろっつって、わざとくるくる回転とかして、カサク落ち着こう。カサク落ち着こう、落ち着こう、カサク。やめよ、落ち着こう、落ち着こう。あ、まだ顔を笑ってるね。ミセプね、ミセプ。いたんだよ。うちのクラスにも。わざとなんか飛んでないように、あの、走ってるような感じで、ポンってなんかあの、縄跳びをなんか飛ぼうとするみたいな。それで引っかかっちゃうみたいなね。非常に許されない行為ですからね。はい、じゃあもっかーい。皆さん、あの、オープニングよりもね、あの、人が増えたんですよね。ってのがあって、ちょっといろいろめんどくさくはなってるのですが、まあ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 、いけるのではないでしょうか。ゆうとくん、ゆうとくん、あの、ゆうとくん、あのさ、連続で止まなくていい。うん、ゆうとくん、あの、ここで止まっていい。止まって連ジャンすればいいじゃん。止まってジャンプすればいいじゃん。あ、そうだね。ユートが最初でいいかもしれん。逆に。はい、じゃあユート先頭で。そう、ユートが、成功したらもうどんどんいけるじゃん。ぶっちゃけ。あ、いいよ、ユート。止まれ一回。そう。そう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 。あ、いいよ、どんどん行って。はいはい。もういいや。リリチョ見ときます。もう俺クリアできるんで。はい。ゆっくりね、ゆっくりね。焦らなくていいよ。あの、大縄跳びと一緒。自分。作者、コマンダー。コマさんがミスるってマジ？やっぱ UFO キャッチャーがないから。あれあれあれ？まあ初回だからね。はい、もう一回。でもね、これね、ほら、油断するとやられるんですよ。これ、油断すると。いけると思いきや、あの、意外にね、ジャンプミスるとやらかすからね。はい、ゆうとくんもう一回。はい、いいよ。あ、ちょっと待って。マジで怪しい匂いがしてきたぞ。ゆうと大丈夫か？ゆっくりいけよ、ゆっくり。お前、レベル2やぞ、お前。なあ。まだレベル3、4で続いていくんやぞ。頼むぞ。はい、いいよ。ゆっくり行け、ゆっくり。ナイス。ビーンも前かな。ユートの次、ビーンでいいわ。お前もミスりすぎじゃ。ユート、ビーン、残りのメンツでいいわ。はい、開始。怖いなあ、この企画。恐ろしいなあ。はい、いいよ、次。マジで恐ろしい企画考えちゃったな。なんでこんな企画考案したんだろう、カサくん。おい、みんな、集中力切れてんぞ、お前。これ、一発クリアとかの短期決着しないといけないぞ、マジで。おっとって。みんな、まださ、あの、怪物のペアパイにたどり着いてないからね。はい、ニッちゃん。ニットも先頭でいいわ。お前、3番目、ニッちゃん。あなたも下手。自信ねえやつはもう最初に行け。はい、ニッちゃん。あ、いけてるいけてる。あ、いいね、はい。まだミス、マイノリーって。関係あるかな？まだミス。はい、作者。はい、スワンコくん。いいね。はい、コマさん。ケコくん。あと二人。ラスト、ワイちゃん。ワイちゃん初挑戦じゃない？ねえ。はい、うまい。おー！レベル2成功！いいねー。はい、パチパチパチ。まあ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 、レベル2なんでね。レベル3。ここからちょっと難易度上がっていきます。この矢印のところを踏むと足が速くなります。足が速くなった状態でこのマグマ地帯を、3回ジャンプしてください。ということです。だから、タイミング系ですね。これ1回止まると逆にジャンプしづらくなると思うので、やってください。あと、これ、はやぶさの写真集って何？はやぶさくん、ここ。あの、家のカタログ？何これ？何があんのこのはやぶさの写真集は。うん。はい、消してください、これ。ということで、じゃあ行きましょうか。はい、需要が全くありません。はい、ゆうとくんからの挑戦です。どうぞ。はい。はい。はい、オッケー。まあ、慣れればいけると思います。まあ、最初はミスってもしゃーねや、ぶっちゃけ。はい、いいよ、どんどん。はい、はい。いいよ。うまいね、ここら辺はね。あら、ねりさん、ねりさん、ねりさん。ねりさん、外に出るのはダメだ。あ、今のは脳幹でいいよ。もう一回、もう一回いいよ、もう一回。うん。外に出たらダメなんのよ、それは。それはダメなんですよね。はい、いいよ、次。カサくん。おー、うまい、ニッちゃん。おー、うまい、ニットさんもコマさんいいよ。トーン、トーン。はい、うまい。さあ、今のとこ順調ですね。大丈夫なんでしょうか。はい。まあ、これは比較的簡単めなのかな。あ、いいね。はい、縄をかわすやつがいらねえんだよ、それ。ワイちゃん大丈夫？あ、ワイちゃん成功。レアチラスト。レアちゃんが成功したら。はい、最初からですね、皆さん。あら、ちょっと待って。レアちゃん、そのプレッシャーに耐えれる？大鳥のプレッシャー耐えれる？あなたに。ねえ、大鳥いけるレアチ。あの、レアチがミスったら、もう一回最初からみたいな。楽勝よ。じゃあ、やらかすな、お前。俺、今のでもう一回いけるかな。はい、どうぞ、もう一回。やってくださーい。
まあ、ゆうとくんでミスる分にはね、最初からやり直すだけなんで、問題はないんですよね。はい、やっぱこの二人だね。あの、下手筆頭の二人がいます。ゆうとと、ビーンの下手筆頭二人をどうするからな。て。慎重に行け、慎重に。これは Y より終わってますよ。そう。Y ちゃんが意外にミスってない。えらい。はい、いいね。さあ、ここら辺はもう信用してます、ぶっちゃけ。おー、なんか、かさかすごいラグいね、なんかね。はい、にっちゃん。ゆっくりね。はい。いいよ。はい、いいね。はい、どんどん行ってください。はい、OK。さあ、たぬきちさん。まあ、作者だからミスらない。僕も作者です。いいよ。はい、ワイちゃんとレアちゃん。はい、いいよ、ワイちゃん。あのさ、ワイちゃん、お前、先頭で行けよ、もう。なんでお前、後ろに行くんや、お前。序盤でやった方がいいだろ、お化け。なあ、ダメなんか？なんでお前大取りで行くん？はい、いいよ、もう一回、どうぞ。意地でも先頭行ってやらんからな。めんどくさいですね。ほんとにめんどくさい。さあ、プライドだけは高いワイちゃんです。いいね。はい、順調。うまい、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 うまいよ。はい、いいね。で、ワイちゃん。はい、これはすごいね。特定の人間でここまで苦戦すんのか。半分も終わってないからね。先頭行きます。はい、いいよ、ワイちゃん。そう、ワイちゃん練習するといいわ、あんた。おー、いけた。うまい。はい、ゆうと。はい、いいね。はい、いいよ。はい、B。おー、いいね。はい、次。さあ、逆にね、全くやらかしてないメンバーに関しても、かなりのプレッシャーが出てきます。はい、まあ普段のね、OB 脱出なのであれば余裕なんすよ。ただそれを何回も何回もやってくると、やっぱゲシュタルト崩壊とか起こしてくるからね。なんかね、意味がわからなくなります、本当に。はい、レアチ。はい、うまい。はい、ラスト下克。はい、ナイス。オッケー。レベル3も攻略。いいですね。偉そうに座るな、こら、お化け、お前。お前、立場がちげえぞ。レベル4でございます。ここは、まあ、見た目わかんないと思うけど、飛びます。はい、雲の上を、ぴょんぴょんってトランポリンのように進んでいくという感じになります。だここはちゃんとこう視点とかを考えつつやれば一発クリア。全然可能です。死ぬ要素どこにあるんかって。やっていきましょう。はい、じゃあ、いいよ、ゆうとから。どうぞ。はい、そうです。ぴょんぴょん跳ねていきます。はい、意外に難しいんですよ、これ。あの、うまーくね、自分の好きなところに飛んでくれるとは限らないですね。はい。さあ、うまい、いいよ。はい、次いいよ。なかなかいいところに。そう、斜めってるので、ちょっとずれるよ。本来自分が降りたいところと。はい、ワイちゃん。さあ、レベル4ですね。ん？今のはなんだ？今のデスは何？どこから発生したデス、今。どこで死んでん？今の何？お前どこで死んだ今。はい、はい、もう一回。もういいよ、ワイちゃんも行って。もうどんどん行っていいわ。はい、いいよ。そうそうそう、そんな感じ。でも邪魔になるといけないよ、邪魔になると。はい、やり直しでーす。だから、まあ、ある程度半分超えたあたりからスタートでもいいかもね。まあ、全然、順調だよ、順調。今のところ。はい、もう一回。そうだね、だから同時に行くとなんかバグるのかも。一人ずつ行かないと。まあ、視聴者のみんなからすると簡単そうに見えるかもしんないけど、初見からするとね、地味に操作むずいです。ほら。ネリさんやられました。あの、地味にむずいです。はい、とくもう一回。さあ、動きがお粗末になってるよ。だから、行ったあれじゃないもん。ビーンとかワイちゃんみたいに死ぬ確率が高い人間が行くのは見守った方がいいかもね。ほら。結局やり直しになっちゃうからね。だから、まあ、下手くそ3人衆、ユーとビーン、ワイちゃんが終わったあたりから、まあ、ちょびちょびみんなで行けばいいんじゃない？未だに、スワンコくんあたりの出番がないね。うん、ミプレイ、そうだよね。コマさんの出番もないね。どうなっとんねんって話なんですけど。はい、死んでください。そうだね、ちょっとさ、ユーと、お前、逆になれ、逆。あえて下手くそ後ろに持ってこよう。確実にクリア組が行けてから行け。うん。はい、いいよ。マジできついだから、ユーと大鳥あたり、あ。はい、死にましたね。いや、だからこれ、ちょっとさ、やばいかもね。ちょっと、うまい組でも死ぬ。普通に、うまい組でも。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。制限時間ないからね。さ、ゆっくりでください。はい、うまい。はい、1、2、3、4、5、はい、いけてますね。はい、どんどんいいよ。あー、たぬきち、作者が死にました。作った張本人が死ぬということが起きてしまいました、ついに。後ろ行きますねーって、作者がね。はい、もう一回いいよ、のっちゃんから。はい、うまい、うまい、うまい。今んとこ順調です。
はい、ゲコくん死亡でーす。もっかーはい。作った本人がクリアできないんだったら、我々クリアできるんですかね？マジで何やってるんって。はい、ゆうとくん、クリアできない癖して怒ってますね。はい。あるあるなんですよ。お前が言うなーって、下手くそ同士が喧嘩しだすんです。これ、あるあるです、これ。毎度恒例だよ。食べ物かよー。争いは同レベルでしか起こらないんだよね。天才同士とか優秀同士は、よし、もう一回頑張ろう頑張ろうって感じなんだよね。さあ、あと4人、頑張れ！いけるぞー。わい、うま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 い、いける、わいちゃん、わいちゃんいけ。ここは一人ずつ行こう、一人ずつ。わいちゃんクリアしたら次。ナイス、わいちゃん、いけ。ユートでいい？下克上ラストでいいの、ほんとに。はい、いけ、ユート。熱いぞ、これ。頑張れ！よーし、うまい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 。あと2人。作者マジ気をつけろ。これ今やられたら激叩かれするぞ、今。わーちゃん、下克とかメンタル弱いから、壊れるかもしれんぞ、今やられると。動画班から大パッシング受けるからね、今。はい、いいよ。いいよ、ゆっくりね。ナイス。ゆっくりよ。うまい。うまい。ナーイスー！レベル4クリアー。はい、パチパチパチ、素晴らしい。いいね。まさかの、折り返しのレベル5でございます。こちらね、もちろん床、はい、踏むと死にます。で、これは、ね、要はクロスですね。なんか、サスケとかにもありそうなやつだね。なんていうかな、このボックスの上を、ジャンプすると。だから、これは、そんな、むずくない。あ、逆にちょっとみんな練習してみていいよ、ちょっと。一回、初見の人一回やってみたら？そうだね。確かになんか、そんな、これ難しくなさそうな気がする。死にまくってるけどね。ほら、いいよね。はい、じゃあ行きましょう、皆さん。終了、終了、もうダメですよ。一瞬だけですからね。はい。順番決めていいよ、動画班で。誰から行くかは結構大事だよ、これ。ゆうとから行く？軽くしから行く？ゆうとくんが自信あるじゃん。ゆうとくんから。はい、一列なって。はい、いいよ、スタート。はい、ダメー。ブブー。終わりでーす。はい、ダメー。ブブー。もう一回最初からー。はい、簡単じゃねーって言ったゆうとくんミスってまーす。はい、ダメー。もう一回、ブブー。はい、もう一回。はい、ダメー。もう一回、ブブー。おせーって。ね、ほら、舐めてかかると死ぬからね。はい、ワイちゃん。マジでこれ、舐めてかかると、やられるよ、ほんとに。そこそこ、まあまあ距離あるからね、これ。いいよ、ゆっくりでいいからね。はい、二人目成功。次、いいよ。さあ、頑張れ。はい、いいよ。焦らなくていいからね、ゆっくりで。さあ、家は難易度が高いです。はい、スキンの関係上、家はね。はい、いいよ。ネリさん。はい、うま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 い。おー、初等化。ショトカしなくていいからね。チャレンジしなくていいぞ、ショトカ。はい。はい、カサくんがやられました。カサくん、ほら、アンブレラ？あー、ほら、見てくれない、こっちを。ほら、チャット星しだい。カサくん、大丈夫だよって。一番きついんだって、そういうのが。カサくん、大丈夫。ね。俺たちはまだ余裕だからって。俺たちはまだ元気だから、みんなで協力しようって言われるのが辛いんだよね。次頑張ろうって。ほら、それのせいで、カサくんの今の一撃で、全員やり直しになってるわけだからね。はい、行きましょう、もう一回。もうお前船から降りろよって。それはのんでり。ね、それは非常にのんでりかしいですよ。そう、縄回す方やるって。そう、回す方やったらいいんじゃないか、サク。そしたらミスらなくて、ワイちゃん。ワイちゃん大丈夫？もうお前船から降りろよって。ワイちゃん？テスター雑魚って。船降りろ。さ、またここ長丁場ですよ、ここ。お、いいね。初等科の方が死なない説。うん。なんか、ワイちゃんゆっくりになったんだけど、なんか。なんか、俺の画面、ワイちゃんすごいゆっくりになった。バカ重かったわーって。そう、ワイちゃんだけ重力が発生したんだよな。さあ、ここ直近の撮影史上、最もむずい撮影になるかもしれません。はい、最も鬼畜な企画になってるかもしれません、これ。今回、やばいですよ。今からクリアするまで何分かかるか、測ります。オッケー、いいよ。さあ、はい、クリアさせていこう。はい、ワイちゃん残念。ワイちゃん、初等化しなくてもいいかもよ。そうだね。ワイちゃん先頭でいいんじゃね？うん。ワイちゃん先頭でいいよ。ワイちゃんの方がミス率高い。そう。そう。ナイスー。俺撮影暇じゃねって。意外に後続組暇っしょ。序盤に下手組持ってくるとこうなっちゃうの。どうする？下手組後ろに持ってくる？後ろは怖い。そうか。もう下手を先に行かした方がいいよね。そうだよね。時間かかっちゃうもんね。結果的に言うと、ビーン、ペアパヤの下手くそ3人組のアスレスキル底上げ企画になってんだよね、今回ね。ゆっくりでいいからね、言うと。焦るな。時間はあるんだぞ、時間は。おいおい、ニットに笑われてるぞって、ワイちゃん。大丈夫か？はい、言うともう一回だよ。これもう、しりとりが始まっちゃいますよ、こんままだと。リンカーン、終わりましたね。
はい、しりとりリンカーンで終わりでございます。はい、記録は2回と。お前じゃあわざとやってる、あんた。なんかさ、ジャンプ力がさ短い。ええ、ドッキリしてないよね、たぬきしね。ワイちゃんだけなんか重力ぶち込んでるとかやってないよね。さあ、まさかのここで苦戦です。レベル5。はい、少しずつ難易度上がってるから、ベッサマ行くって。もういなかったことにする。もうたぬきしとかワイちゃんがもういない体で次の行く。逆にね。ナイス、ゆっくりで。あはははは、なんでや。さあ、チャットではね、焦らせてますけど、焦らなくていいからね、ワイちゃん。さあ、ワイちゃんが沼にはまってます。止まらない方がいいんじゃない、ワイちゃん。もう助走がつきづらいんじゃないの。ほら、ナイス、いいぞ、ナイス、いいぞ、ナイス。ワイちゃんいけた、ワイちゃんいけた。まあいい、いけた、いけた。ワイちゃん今のはいけたでいいよ、今のはいけたでいいよ。ナイス、いけた、いけた、いけた。さあ、だからこっからミスるとやばいぞ。みんな、これミスれんぞ、お前ら。いいか、これミス。はい、もう一回だ、ワイちゃん。頑張ろう。あたはは。カサ君、あなたも3番目、4番目あたりに行こう。ビーンの後あたりで行こう、カサ君。さあ、またここからワイちゃん地獄が。さあ、ユートはクリアできるようになってきてます、ぶっちゃけ。ワイちゃんですね、問題は。はい、オッケー、クリア、いいよ。待って、なんか今度はさ、カサ君の方が下手説出てきてない。そう、ユート君後ろに下げよう。うん、ユート君、カサ君の後ろでいいわ。ワイちゃん、ビーン、カサ君で行こう。そう、ユート昇格した。おめでとう、ユート君。そうそうそう。ちょっと待って。あ、ワイちゃんいけた。カサ君先頭。戦闘の方がいいんじゃない。あ、カサ君戦闘の方がいいわ、あんた。あなたプレッシャーに負けるんだ、やっぱり、あなたは。戦闘で死んでも大丈夫の方がやりやすいかも。ほら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 。ほら、そんな感じで。あと、ビーンが死んだ、カサ君。カサ君、この撮影参加しなくてもいいよ。偉そうに。自分がクリアできるようになったら偉そうにするんですよ。はい、オッケー、ワイちゃん。はい。確実にね、動画上手くなってます、この時間で。はい、よ、言うと。動画見て、上達してない？あ、はい、作者がやられましたね、作者が。はい、家は沈んでいきました。家さ、家じゃなくてもいいんじゃない、今日は。別の家で来なよ。家のせいでクリアできない、悪くない？クリプトンはやぶさってのがわかるようなやつでいいんじゃないの。さあ、残りもわずかになりました。はい、レベル5。はい、コマさん、ここら辺プレッシャーすごいよね。多分ここら辺えげつないプレッシャーだよ。やらかせないっていうプレッシャー。ゆっくりでいいからね。さあ、ナイス、いいよ。やっぱ下克も前じゃない。ねえ、なんで下克後ろに行ってんの。前行けばええって。下克の失敗率も高めだよ、あなた。はい、下克前だね。さあ、そうだね、ビーンあたりに行こうか。ユートの後あたりでいいでしょう。おやれよーって。はい、ワイちゃん56です。さあ、惜しかったね、今のね。下克一言もチャットしません。心の中では響いてるのかもしれません、メンタルに。作者しっかりしてくれよーつって、涙流しながら今やってるよ。今、真面目な人ほどメンタルやむよね、この企画ね。ただ、そんな下克くん、30代って言いつつも、まあ、かっこ今、中 2? 中2です。なのだわ、なのだわ。中2なんですけれども、現在、英検2級取得と、いうことで、中学校卒業までに1級を目指すみたいです、下克くんは。はい。一応、勉強はちゃんと頑張ってるみたいですね。素晴らしい。すごいよね。中2で2級、すごいよね。2級は高校卒業程度だからね。ただ、中学校卒業の段階で1級取れば、はい、とんでもないことが起きるのですが、さあ、そんな真面目な下克、はい、しっかり英検の勉強と一緒、反復ね、何回もやることによって、OB も覚えていってます。さあ、その中、次のミスは果たして誰なのか、次のエリアに行けるのか、ゆっくりでいいからね、ゆっくりで。焦るだよ、焦るだよ。最初のジャンプでやらかしてるぞ。ここでやらかしたー。普段やらかさないメンバーがやらかしたー。よっちゃー。はい、何回も何回も飛び降りを始めました。あーはーって。さあ、クリアできそうでできないっていうね。そう、これすごいよ、これ本当に。いいね。あー、ネリさん。さあ、やらかしてないメンバーのミスが目立ち始めました。ネリアメ前気だって。ネリアメさん、なんか呼んでるよ。ゆうとくんから直々の招集かかったよ。ようこそって。はい、前方首に来ちゃったよ。やってやるよ、頑張ってください。まあ、12分だって。でも、みんなからするとこの程度で12分だとも思われてんだろうな。まあ、動画じゃ多分 1,2 分ぐらいになってると思うんだけど、ここで12分かかってます。ジャンプするだけですよ。そうだね、カップ麺4つ分になってるよ今。さあ、みんなここら辺からね、動きがほら結構やられた。オスマスになってきますよ。
こら辺から次で決めるぐらいな感じでいかないと終わりませんよ。まあ、ぶっちゃけ俺がねちょテストプレイでちょっと見てる感じ、まあ、レベル9と10はうーって感じだよね、たぬきしね。だからまあレベル8ぐらいまでいければ、まあ、実質クリアで OK なんですよ、ぶっちゃけ。まあ、9と10はチャレンジステージみたいな。だから今日の目標は8まで到達することだね。全員成功チャレンジを頑張りたいところではあります。再便やられた。さあ、休憩組はしっかり今休憩しています。ちゃんと体休めろ、体を。あのどうせ前方組、ゲコ君お前はねしダメや。ゲコ君あなたは前方組や、ミスが多いからあなたはダメなんよ。お前ゲコ君見ろ、レアちゃんの顔ほら、怒った時に現れるレアちゃんやぞこれ。ここまで来たらもう終わりだよ本当に。そう、覇気を感じるでしょ、やばいでしょ。レアちゃん寝ときな、あんた。いや、レアちゃんほら寝ときな、ここで。そうそうそう、はい、足上げて寝とけ。ファイナルス、はい、下手くそ組いけたぞみんな。お前らうまい組、ここにいるメンバー見てください、ほらいい感じで並んでんじゃんみんな、ほら下手くそーず。この6人が下手くそーずがクリアしてるからミスるなよ。クリアした時に生きがります。あ、はい、下手くそーず頑張れー。のっちゃん前来い。はい、下手くそーず、7人目の加入者ですね。どんどん増えていくぞ下手くそーずが。これ急がないとみんなあれだよ、サンゴパイセンがイカ焼きになるよ、焼けちゃうよこのままだと。早く行ってくださいね。ゆうとくん外れていいんじゃね。ゆうとくん下手くそーずから脱退できるかも。はい、いいね。はい、うまい組、後方組いいよ、頑張れ。はい、みんなが見守ってます、みんなの目線があります。さあもう次ステージ行こうぜみんなで。はい、はい、うまい。さあラストスワンコ、はい、スワンコくんラスト。さあやばいぞ、圧がすごい。ナイスー、レベル5クリア。サンゴパイセン記録は、ナイスー、18分25秒でいけました。はい、レベル6、これね、まあフォートナイトでいう通称ネオジャンって言われています。はい、ここね普通はね通り抜けられないんですけど、壁をうまく使って、横ジャンですねこれ。ほらこんな感じでジャンプでうまく視点を変えていくという感じです。はい、まあこれは比較的今簡単めなのかな。はい、じゃあやってください、どうぞ。だからユートとかネリアメ、まあフォトナマイクラ組はいけると思います。ただロブロ組がどこまでやれるからね。はい、ワイちゃん、はい、ね、お、うまい、ワイちゃんうまい、あ、ナイス、うまい。これ簡単だったかな。だからこそみんなゆっくりゆっくりいけ、ゆっくり。ほらこういうことになるぞ、 B みたいに早く行こうとすると。はい、やり直しでーす。はい、ゆっくり行きましょう。これやり直しめんどくさいですよ。え、ゆうとどうする、下手くそーずから脱退する、卒業します。ゆうとく卒業です。はい、次からのリーダーはカサくんだな。リーダーゆうとからまた戻っておいでね。はい、アイドルは一度去ったら戻ってきません普通はね。はい、さあいいですよ、頑張れ。ここで生きるならどういう動きなのか、どういう動きなんだろう、わからんね。なんて説明したらいいんだろうね、この動きは。横にスライドするみたいな。おーい、レアチー、サンゴ、タヌキチー、お前らと5人だぞ。あー、左右交互。いや、俺は逆にリズムよく片側、右側だけをジャンプするようにやってんだよね。まあ、人それぞれです。はい、サンゴパイセンのせいでやり直し。斜めシフトロックばっかりですよね。あ、ゆうとくんもいいよ。ゆうとくん、下がって、あなたは。下手くそじゃない。あなたは後ろで遊んどきなさい。そう。さあ、ゆうとが脱退した今、ファンの皆さんはね、非常に悲しんでるとは思うのですが、カサくんがしっかりと頑張るということです。前のやつら下手すぎてイライラする。あ、ゆうとくん、気持ちは分かった？ね、下手くそーずのやつら。はい、にっちゃんやらかした。ね、下手くそーずのやつらの気持ち分かるだろう。はい、全員やり直せ。ペアパヤ、逃げられんぞ。一人称やりやすい？俺三人称派だけどね。まあ、人それぞれです。みんなでこぞって並んだりとか、スキンとかの関係で行きたくなるかもしんないよ。さあ、減った。あー、残念。下手くそーず、あと一人だね。ビーンが行けなかったね。もう一回。だからダメだって、ビーン。お前なんで焦ってんだよ、お前。一回一回止まれよ。おい、見てたか、今のビーンのやつ。あ、うまい。下手くそーずクリア。はい、いいよー。うまい組。お前ら遊んでるんだったから絶対やらかすなよ。あ、いけてますね。はい、遊んでたくせしてコマさんやらかしましたね。あれ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 ーって前行けや。ただね、あの下手くそーずがね、下手じゃなくなってきましたね。いや、上達してきました。あ、Y ちゃんが死んだ。もう一回。はい、ゆうと。はい、もう一回でーす。最初からー、前行けよ、前来いよ。あのさ、ワンミスでダメなの？ねえ、ワンミスで下手くそーず戻らんといかんの？ユートは。え、今までの積み重ねダメ？
ちゃ前行け。え、ワンミスアウトなんだ、ゆうとくん。さあ、ここまで来たら全員でクリアするぞ。で、レアちゃんとかタルキシも準備しろ。もう来るぞ。さあ、これ、いけるいけるいける。オッケー。で、レアチ。はい、レアチもオッケー。練りやめ。オッケー、いいよ。で、スワンコクドノッチャンもいけるかな、これ。で、クリプトンハイプされるラスト。作者です。これ、いけるんじゃね？ナイス。ナイス。ナイス、いいねー、おめでとうございます、素晴らしい。はい、ナイス。あれ、そういえば下戸くんとかどこ行った？一応は？はい、いけます。ペアパヤちゃん、あなたとは違います。残念、あなたとは違います。次、皆さん、これは一人ずつじゃないといけません。どういうことかっていうと、ここクリックです、またはタップ押すと、ブロックが出てきます。で、制限時間15秒以内に、行かないといけません。で、ラストのブロックが動きます。これ、ほら、だからこれをどう超えていくかっていう流れですね。はい、ということです。じゃあよ、かさくんからね、1人目。はい、オッケー。これまだ行かない方がいいよ、行かない方がいいよ。1人ずつちゃんとタップしろ、ちゃんと。はい、いいよ、次。待って待って、いいよ、ゆっくりでいいからね、時間あるよ。で、そこ、オッケー。2人目クリア。はい、これね、制限、はい、やり直しでーす。後半は全員で、こんな狭い中無理やろ。遊ぶな、こらお前。あの、足が速くなるやつですね、これ。なんやこれ、トレーニングしてんのかな、これさ。これウォーミングアップです。これ動画班式ウォーミングアップ、 OB のウォーミングアップなの。これでどんどん動画班は、あの、体温めます。うん、汗をかいた状態で、そう、反復横跳びだね。汗をかいた状態で今回の、戦いに挑むわけですね。なんで焦ったんや、なんで初等化したや、真似しなくてええねえ、なんでええって。当たっとったわ今。もっかい、ワンモアタイム、ワンモアチャンス。さあ、果たして今日は何時に終わるんでしょうか。でも順調です。ぶっちゃけあと2ステージだよ、これと、もう1個いけば、まあ大体クリアかなって感じ。はい、ナイス、オッケー。はい、さっきやらかしたニットさん、再挑戦でございます。いけ、ゆっくりでいいからね。はい、ナイス、オッケー。はい、次 B。 さあ、下手くそーズはこれでラストだね。ナイス、もうこれで決めよう、これで決めよう。ナイス、オッケー。次、白クマ、こっからはうまいメンバーです。もうマジ、もう今回で仕留めろ。次、下手くそーズがいついけるかわからんぞ、次は。はい、素晴らしい、オッケー。誰行くの？スワンコくん？いいよ。さあ、ゆっくり行けば、まあ、今までより簡単。あ、はい、やり直し。制作者のスワンコくん、やらかしました。プラス、後ろで遊んでたのにね、前方組の応援せず遊んでたくせして、はい、やられました。さあ、最近やらかしが多いスワンコくん、情報漏洩もちゃんとしていきます。お、いいね。3人行く、一気に。はい、ワイちゃんやらかしました、もう一回でーす。3人行ってもいいけど、大丈夫なの？ほら、ちゃんと。はい、ダメでーす、ダメでーす。あ、でもまあ複数人でもまあ無理ではなさ。はい、ダメでーす、ダメでーす、言うとかし、はい、ダメでーす、死にました。序盤のデスが増えるんじゃね。はい、ダメでーす。さあ、今トロール入りました、今。はい、誰かのトロール入りました。下手くそーズは、ほら、ワイちゃんみたいに、あの、上手い人に合わせなくていいんだよ。下手くそーズ、個人で言ってもいいけどね。ワイちゃんまで行こっか、じゃあ、ワイちゃんまで。そうそうそう。オッケー、いいよ。さあ、のっちゃん、一人で行くから、オッケー。いいよ、慎重に。はい、いいね、うまーい。はい、うまーい。素晴らしい。あ、加速、多分行けたでしょ、これは。さすがに行ける。さあ、1、2、3、4、5、あと6人かな、あと。え、俺の画面今あと4秒とかになってんだけど。バグかこれ。あ、バグだ。なんかずれてる。なんか俺だけ。まあいいよ、じゃあ気にしなくていいわ。はい、レアチもオッケー。あと、練り飴とコマンダー。いけ。あ、まだ、タヌキシとハイプといる。お前ら大丈夫だろうな、作者。マジで。これミスったらめんどいぞ。さ、練り飴もいけた、ナイス。さあ、コマさんもいけるかな。はい、コマさんもいけた。あと2人、作者の2人。さあ、確実に、タヌキシもクリア。はい。そしてクリプタイムさん、あ、ゲコくん来たね。ゲコくんラストだじゃん、ゲコくん。ゲコくん来たって、はい。このタイミングのゲコくんです。ゲコくん。えぐって。はい、すべてはゲコくんに託されました。ゲコくんここ。2分後に来いよ。はい、全動画班クリアです。
下克以外は全員クリアしている状況です。ラスト託されました。逆に幸運だね。持ってるよこれで。下克クリアしたらもう確定度クリアみたいな感じで視聴者からしてもいいやろ。親から逃げてったのだ。親から逃げた。下克これ一発でクリアして、親から逃げる前にここ一発クリアせんといかんの。下克くん、さあ下克、親に怒られながらの挑戦です。ほらみんな見てるもんだって。みんな見てやばいよね。ね、全員見てるんだよ。ほら全員座って下克くん見てるからね。いいよ、ナイス、オッケー、全員クリアー。はい、レベル7クリアでございます。素晴らしい。レベル8、まあこれが、まあ、ぶっちゃけラストみたいなもんです。まあ9とか10はちょっと難易度高いんで、イライラ棒か、イライラ棒つってこう棒からこう持って動かすんだけど、ちょっとでもエリアの外に当たったらビリビリくるみたいな感じのやつがあるんですけど、これこんな感じですね。だからこのエリアは皆さん最初に言っとくと、ジャンプができません。ほらジャンプが、だからジャンプでショートカットができないので、一個一個こんな感じでゆっくり進んでいくという感じになります。こんな感じね。うん、ほらこれでクリアという感じです。だから今までよりは簡単、簡単だよ絶対。ただ集中力がいるわけですねこれは。いや非常にね。はい、ダメ、ゆうとくん。はい、みたいな感じです。はい、いきまーす、お願いしまーす。ゆっくりでいいからね。だから制限時間はないぞ今回は。さあ、いいね。だからこれワンチャン一発くらい、ダメ、サゴベスやらかし、もう一回。さあこれ終わりはあるのでしょうか。頑張れ。はい、ダメー、ゆうと乗っちゃう。さあジビリむずい。はい、ダメ、サゴベスやられた。もう一回ゆっくり行ってください。一人ずつ、ちょっとわからないので。はい、ダメ、サゴベスやらかした。はい、ダメ、ゆうとやらかし、もう一回。最初から湧いちゃダメよ、最初から。一人ずつ行こう、一人ずつ。ほら、もうこんな感じでやらかしちゃうよ。一人がクリアしたら一感じにしてください。さあ、怖いよー、これは。さあ、ゆうとクリア。二人目クリア。三人目。さあ、Y ちゃん、シフトロックは使ってないのかな？あ、OK、クリア。あ、四人目。ノンストップで行く。はい、やり直しでーす。皆さんお願いしまーす。はーい、調子に乗るとこうなりまーす。前来い。はい。下手くそぞの仲間入りです、ネニさん。お願いしまーす。一応、スキンの変更 OK なんでね。ここでやらかすね。ゆっくりでいいからね、カカ君も。はい、ビーンがやらかした。もう一回、もう一回、もう一回。ダメです。見てました、ちゃんと。ダメです。さあ、一人のミスが連帯責任。でも、動画班どう？友情芽生えた？今回ので。みんなで一致団結しようって。ね、助け合いしようって。崩壊してる。なんでや。手を取り合おうってさ、仲良くやるところだ。嫌いになった。そうか、悪化したのか。この曲やばかったかもしんないね、たぬきし軍団。さあ、なのだけこはメンタルに傷が。そうだね、そうだね。ゆっくりね、ゆっくりね、こはさ。大丈夫？はい、のっちゃんやらかした、もっかーい、残念。いけそうな VTR からやらかしました、のっちゃん。さあ、みんな、なんか焦ってきてるよ、なんか早くなってきてるよ、みんな、前より。さあ、細い隙、ダメらしいね。R6 っていうのかな。限定になってるのかな、OB クリエイター。はい、ダメー、ビンやらかし、もっかーい。誰だお前って。練り飴がだからスキンを変えてきたみたいなんですけど、誰やお前マジでなあ。なんか頭部分だけちっちゃくなってるっていうね。お前がちっちゃくなったのは頭だけやっていうね。弱いベイマックス。さあもう一回かな。はい、皆さん最初から死んだんで頑張ってください。ゆっくりでいいよ。焦らせるな。はい、2人目 OK。 カサクね、3人目かな。でクリプトヤサと B、 そうそう、それでもいいからね。横に行くんだよ、ビン。そのまま。で、前。ナイス、オッケー。さあ、下手くそーずはいけましたよ。さあ、こっから、コマさんかな。ジャンプができないのが非常に難しいところではあります。さあ、コマさんも。はい、1ステージずつやって。はい、クリア。はい、結構。残念ー！ここでやらかしただろ、投げ子ー。さあ、ここでやらかしました。非常に大事な豆。スキン変えてきます。さあ、下克、ナノダを忘れるぐらいメンタルいきます。ヘッドいけーって。お、いいね、ビーン、ほら。はい、もう自分のミスター・ビーン、丸いやつを捨ててます、ほら。ミスター・ビーンはもう。あ、もう一回です。レアチがやらかしました。ちゃんとこの映像に映っちゃってる以上ダメですね。捨てすぎやろわーって、そう、ビーンは捨ててます、すべてを。さあ、レアチがここでミスりました。さあ、油断するとやられるからね、これ、普通に。そうです。ビーン。もうビーンはもうプライド捨ててんの。自分の。自分のプライドすべて捨ててる。もう面白くなくてもいいって。
ネタにならなくてもいい、ただみんなと一緒にクリアできればいいって、その一心でやってるんですよ。はいよー、アクリプタイムさ、はいよ、コマさんとかレアちゃんももうスタートするならしていいよ。なんか足が当たりそうだ、なんかやばいやばいやばい、はやぶさだって家捨てたやぞって、そう、家なき子です今、うん、家を捨ててます。さあ、ラスト組来ました。ラスト組ゆっくりね、ゆっくり。さあ、ここがいければクリアです。ニットさんがラスト。いいよ、頑張れ。レチャいいよ、行って、はい、ナイス。で、練り雨も、はい、ナイス。ゲコくんも、さあ、あと2人です。全てはニットとタヌキチに委ねられた。タヌキチすげえスローモーションじゃね、これ。なんだろうこれ、タヌキチのやつこれ。で、お前遅くねえか、歩き方。お前だけ、お前だけ宇宙におるんか、お前な。あなんやその歩き方、お前な。お前か、これ許されるのか、お前これ使用か、このスローモーションは。お前だけチートかって。あ、そんなことない。ゆっくり行って、ゆっくりゆっくりよ、ゆっくり。はい、ナイスー、いけたー。はい、一応ノルマのレベル8クリアでーす。はい、いいでしょう。さあ、なんや、俺はいいやん。動画班の全員成功チャレンジクリアしろよ。待って、ここでさ、俺ミス、お、今俺のミスじゃないからね。俺がミスったらめんどいね。あのさ、あの妨害するのはやめないねえ、妨害するのはね。あ、あなたたちが最初からなるんだからね。いけました、余裕でーす。はい、じゃあ次レベル9いきましょうか。こちらですね、ちょっとトロッコステージになります。トロッコで基本は前に進んでいくだけなんですけれども、この赤ブロック、上からね、ブロック落ちてくるので、これをこう、うまーく避けながら行かないといけません。だから、めちゃくちゃ難易度高いです、これ。で、進んでいくと次は、ほら、回転赤ブロックエリア。うん、むぜ。そうです、むぜです、むぜ。うん、むぶ、むぶです、そうです、むぶです。はい、そうです、そうです。はい、で、ここ、はい、落ちます。落ちやすくなるんだよね、坂だから。坂だから落ちやすくなってる中、うまーく調整して進んでいきます。え、そこからさらにまだあります。赤ブロックが出てくると、ここでそう、ここで出てくるので避けて進むと、一周ぐるっと回って、で、これ何、これなんかボタン押さないといけないのかな。あ、タッチだね、タッチ、タッチしてくれっていう。はい、で、タッチすると、はい、開きますと、ラストがなんかロケットっぽいやつがあるね。あー、ただほら、脱線します。はい、もう脱線したら終了です。ということです。まあ、ちょっと行ってみましょうか、お試しで。ただこれトロッコ出しすぎるとバグるんで、そこだけ皆さんちょっと気をつけてください。バグだけは絶対しないように。にっちゃー、お前じゃ言っとんのは。お前に言ったんじゃ今。一人ずつね、一人ずつ。ある程度半分ぐらい進んでからトロッコ乗ってね。はい、ダメです。もうやり直しです、この段階で。ダメです。スワコ君戻ってください。ダメです。だからこれ、まあぶっちゃけ、まあチャレンジです、これ。まあ、8までできれば今回 OK っす。ただ、ね、みんな、これが9なんすよ。あの、もう一個10があんの。あのね、10もやばいよ、なかなか。やめない、なんでや。一回、じゃあ10見る先に。レベル10見ますか、動画班先に。あの、ラストステージ先に見ましょうか。動画一回右下の OB から離れれる？で、どこに出したの？皆さん、はやぶさくんとこ来てください、テレポートで。入ってもらったらわかるんですけど、レベル10。マインクラフトマグマ渡りもどきでございます。ねねめさん、わかりますかこれ。コマンダーさん、わかりますか。マイクラ組、これ見て何か思い浮かびます？うわって、マイクラって何、知らないらしいですね。うん、見てください。え、これポチってボタンを押すと下にブロックが出るんですよ。だからこれ多分レンジャンで、クリックジャンプ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 です、これ。うん、そう、ボートを置いてくやつです。あ、坊主、そういうこと、そうです。まあ、これ、マジでむずいよ、これ。マジでむずいよ。これ、やってみようか、先に、これ。お、スワンコクリア。あ、レアチもほぼクリアだ。すごい。スワンコくんとかさ、レアチ見せてみて。あの、皆さん、ちょっと止まろっか。あの、プロのプレイ見よう、プロのプレイ。ほら、こんな感じ。ほら。ほら、レアチもうまい、ほら。うまーい、これです。これ、スマホ勢強い。え、ほんと？ PC やりづらい、これ。せや、オートクリッカーを使えばダメでーす。ダメですよー。オッケー、もうよくないって。クリプタイムさ、これ、今回どのぐらいかかったの時間。これ、制作にどのぐらいかかったの。動画に映さなければないのと同じ。あ、もうカットするじゃん。クリプトン、ハヤブサとゲコくんが時間かけて作ってくれたけど、もうなんかもうなかったことにする？もう動画もレベル9までかなんかに変更しとく？
ねえ、もうクリプトやっぱさ作ってない感じに行く？それいいねって。ここ制作時間10分っす。あ、だから今回異別にいいみたいな感じなんだ。前回のボス戦は1、2時間くらいだったんだよね。パッと決定って。パソコンを取りに行ったらヤモリは親にやられる。なるほど、今スマホで無理やり参加してるって感じね。待って、俺いけるかも。いけたー。俺はいけた。待って、みんな、まだあったぞ。ハラハラドキドキ運ゲー遊泳ってあるんだけど、これやらせる気やったん？え、ちょっと待って、これやばいじゃんこれ。えー、あ、でもまあ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 、なんかマジで、なんかマジで うんって感じがする。あ、いけたいけたいけた。ああ、そういうことね。まあいいでしょ、皆さん。まあまあ、レベル8までいけたんで、今回はよしとしましょう。いいですね、皆さん。やる人いる？まだ。居残りしてやりたい人いる？レベル9とかやりたい人いる？あ、サンゴマイさんやりたい？レベル9。あ、レベル9残ってやりたい。居残りしてやりたい。一人だけ。やっぱせっかく作ってくれたから。いや、いいかな。はい、ということで皆さん、全員成功チャレンジということで、まあまあ、難易度ね、簡単だったね。これはタヌキシ、次回も期待していいってことですか？タヌキシ軍団。今回のが第2弾です。第3弾。第3弾どうする？何にする？ボス戦あんじゃん。あれを連発させるボス戦ラッシュ。ボスラッシュだから4、5体分ぐらいボス用意して、3号入れてボス戦ラッシュしよう。じゃあまた作り始めてください、今日から。タヌキさんお願いします。2週間後ぐらいにやりましょう。最後にタヌキシ軍団の隊長とじゃんけんタイム。はあ、じゃんけんタイム。地獄くん？あ、はい。タヌキシさんどうぞ。いいよ、タヌキシくん。あと、じゃあタヌキシに全部エンディング任せるね。タヌキシくんいいよ、閉めて。タヌキシくんのチャットで閉めるね。エンディング入るね。はい、どうぞ。いいよ、タヌキシくん好きにやっていいよ。最初はグー。じゃんけん。パー。はい、ありがとうございました。舐めてんのかって。絶対無駄なチャットだったね、ゲゴくんのやつね。